増スブ義は埼玉県草加市出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右内。小学4年生の時に南式少年野球チームで野手として野球を始めた。中学時代から投手として活躍し、高校進学に際しては浦和学院、春日部競泳など地元私学からの勧誘もある中、地元草加市から 30km 離れた公立の 和紙谷高校に進学。埼玉新聞や各スポーツ紙によると和紙谷高校を志願した理由は、公立高校の方が埼玉らしい、公立の高校に入って私立の強豪校を倒したいと述べている。また、私立高校の勧誘そのものに疑問を投げかけたこともあった。和紙谷高では1年生の秋からエースとなり、2年生で早くも 時速1 4 0キロメートルを超える速球を投げ込んで注目を集めた。3年生の2006年夏の全国高等学校野球選手権埼玉大会では5回戦の大志立浦和高校戦で時速1 4 7キロメートルを計測し15奪三振のノーヒットノーランを達成。決勝で兄弟の浦和学院を相手に力投したが 0対4で破れ甲子園出場はならなかった。サイドスロー君のスリークォーターのフォームと、強し速球、埼玉の公立校出身という共通点から斉藤、正木の再来とも言われた。2006年の高校生ドラフト会議においては、東京ヤクルトスワローズと西武ライオンズから指名を受けた。抽選の結果、スワローズが交渉権を獲得。外れた西武は木村文和を指名した。 木村と増スは県内で互いに意識していた存在でライバルとして名を挙げたこともある。指名会見ではヤクルト自体が好きと喜びを表した。女手一つで育てた母はヤクルトの販売員として働いていた。増ス自身インタビューでは母への感謝を口にしている。運命を感じるとも語っており、プロ入り前からヤクルトと縁のある選手である。また、 本来高校生が希望球団を口にすることは禁じられているが、ドラフト会議前の取材において、オフレコでスワローズ志望であることを明かしていたことが、指名後に報道されている。高校時代は投球のほとんどがストレートでありながら、あまり打たれていなかった。球種は、左打者用のシンカーと、右打者用のスライダーという、外に逃げる球があった。しかし、 それほど曲がりの鋭い吸収がなく、内角をつける球もないため、比較的一本調子になりがちな投球と、請求力が課題であった。11月11日に推定契約金8000万、年俸800万円で仮契約し、スワローズへの入団が決まった。背番号は、マスブチの青年にちなんだとも言われる、63に決定。仮契約後に、 いがら良太を目標に上げ、直球で真っ向勝負したいと語っている。地元新聞を通して、ハンカチ世代の雑草魂と埼玉ファンから祝福された。2007年は、期待を受けて一軍キャンプスタートとなった。練習試合では、自己最速を上回る、時速1 5 2トルをマークし、着実に成長も見せた。オープン戦でも5試合で、 防御率1.29と高騰し、開幕試合は登録の関係で2軍登録で迎えた。ものの、高卒ルーキーながら1軍に帯同し、開幕ローテーション入りを果たした。4月7日、対広島東洋カープ2回戦に先発し、プロ入り初登板。7回を投げ、打者26人に86球、ア安打4、脱三振を、吉球1失点1と素晴らしい投球を披露した。 しかし4月15日、4月22日と連続して越され、早々に2軍降格。ファームでも冒頭を記録するなど、かんばしくない状態で、検査の結果右肩の故障が判明。5月中旬から2週間ほど、ノースローで調整し、リハビリに時間を費やすこととなった。シーズン終盤に再び1軍昇格すると、10月4日の対横浜戦で登板し、 八回途中無失点で切り抜けプロ初勝利を挙げた。ただこの試合は鈴木健の引退試合だったため試合後のヒーローインタビューが行われなかった。さらにこの試合でラミレスが右打者でプロ野球史上初のシーズン200本安打を達成したため翌日のスポーツ新聞でも大きく取り上げられることはなかった。この年限りで引退した古田からは ドラフト時に当たりくじを引いたこと、キャンプ時にプロ投手の心得ご過剰を聞いたことのほか、オフの引退時にも今後も気になる存在として名前を挙げられるなど何かと縁の多い関係となった。契約公開では高津慎吾の背番号22を引き継いだ。プロ入り前から課題として挙げられていたように、休止と請求に悩まされる1年目となり、オフには大投げできる。 ツーシームを習得しようとしている。2008年は一軍キャンプスタートで先発投手として期待をかけられた。オープン戦では校長を維持し、3月18日には自己最速体の時速1 5 2トルを記録している。初登板の4月2日に一軍登録され、5回3、失点と苦しみながらも勝利で飾り、前年に続き、 開幕からローテーション入りした。シーズン計11試合に先発し、そこそこの成績を残していたが、5月6日、6月2日に登録を抹消されるなど、一軍定着には至らなかった。5月26日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、同期の田中正宏との先発での投げ合いになったが、リックショートへの頭部支給が危険級と判断され、退場となった。 7月27日に登録を抹消され、その後故障が判明し一軍に上がることができなかった。9月にはファームで復帰し、9月26日にはイースタンリーグの優勝試合に登板している。10月のフェニックスリーグから山部太志の指導のもとそれまでのスリークオーターから肘を上げ、オーバースローにフォームを改造している。2009年はファームでの練習中に打球を顎に当て、 骨折。手術を受けることとなった。当初はシーズン中の復帰は絶望的と見られていたが順調に回復を見せ、夏場には2軍での登板ができるまでになった。オーバースローでの投球からスリークォーターに再び戻し、9月2日の阪神タイガース戦に先発するも、急速、9位ともに足りずな,なな失点で越された。2010年は、 時速 140km そこそこに落ちてしまった、速球も時速 150km を記録するまで回復し、その球位を変われ中継ぎとして初の開幕一軍スタートとなった。開幕からしばらくは主に敗戦処理やロングリリーフで登板し、5月13日のオリックスバファローズ戦で打ち込まれるまで、自責点0と好調を維持し続けた。 夏頃からは勝ち試合での救援登板も増え、6月には、それまで勝利の方程式を担っていた、押本武彦の不調に伴い、小川敦史監督代行から直々に、新、勝利の方程式に指名された。夏場に一時離脱したが57試合に登板し、チームに欠かせない戦力に成長した。2011年は、先発に再転向。 チームが4試合連続白星なしという開幕の中で、初登板をして8回無失点の高騰を見せて3年ぶりの先発勝利を果たす。その後交流戦で大きく崩れるものの、前半戦で5勝を挙げた。2012年は、新加入のオーランドロマンが、序盤から先発ローテーションに定着した影響で、再び中継ぎに転向。7条祐樹の登録抹消により5月末から、 ローテーションに加わったものの、5試合で1勝3敗と結果を残せず、7月以降は再び中継ぎとなる。最終的に49試合に登板したものの、防御率が5点台に終わるなど振るわなかった。2013年は開幕を軍で迎えたが、4月18日にシーズン初の出場選手登録。一軍公式戦では、通算5試合の救援登板で、0勝0敗。 防御率6.75という成績に終わった。2014年は東日本大震災からの復興支援や野球以外の分野で初めての就労体験を目的に自主トレーニング直前の1月6日に行きつけの焼肉店で1日店長として接客を担当。当日の売上げの30%に相当する金額と来店者からの募金の全額を 福島県災害対策本部に寄付した。シーズン開幕直後の3月31日に今波高弘との交換トレードで北海道日本ハムファイターズへ移籍することが発表された。背番号は今波がつけていた45継承。移籍後は投球フォームを従来のスリークオーターからサイドスローへ変更したが、プロ入り後初めて一軍公式戦への登板機会が なかった。シーズン終了後の契約交渉では、NPB の野球協約に定められた制限を上回る額の減報を球団から提示。結局、前年の年俸から55%減の1300万円で契約を公開した。2015年は投球フォームをスリークォーターに戻したが、2年続けて1、軍公式戦への登板機会がなく、 イースタンリーグの公式戦でも17試合の登板で1勝2敗、防御率9.37という成績にとどまった。10月2日に球団から戦力外通告を受けたことから、この年限りでの現役引退を決断。同月13日に自身のツイッター公式アカウントを通じて正式に引退を表明。二千十六年の学生野球資格回復研修を受講した上で、 翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けた、ことにより、学生野球選手への指導が可能となった。現在は自ら起こした会社を経営しながら、埼玉県上尾市で、上尾ベースボールアカデミーを開校し、塾長を務めている。2020年12月、社会人野球チームのサンホールディングス公式野球部の、 投資コーチに就任、さらに投資として現役復帰することとなった。高校時代からヤクルトへの入団直後までは、サイドスロー気味のスリークォーターから繰り出す、最速時速152キロメートルのストレートを最大の武器にしていた。また、スライダーシンカーツーシームを軸に、カットボールカーブなどの変化球を織り混ぜていた。ありがとうございます。